これがあいつらの実力か。もしかしたらとは思ってたが、もしあの夜を超える連中がいるとしたら、それは。あの夜から3年か。俺もやるべきことをやらねえとな。カフェタイムが終わったら店を閉めて、あいつらのところに行くとしよう。タイガーもあの様子だと、帰る前にカツを入れていくようだしな。それにしても、子供の成長ってのは早いもんだな、ナギ。まあ、少し考え事をしててな。注文はいつも通りでいいか？はい、アキラくんとアンちゃんはサンドイッチとコーヒーで、トーラはクッキーとコーヒー、コバネはパンケーキと紅茶だよね。どうぞ召し上がれ。これは美味しいね。やるじゃん凛ちゃん。このマスタードソース手作りだよね。ピリッとしててハムにすごく合ってるよ。これならメイコさんがお店開けてても心配いらないかも。絶対うまいって言い切ってただけあるな。見直したぞ。ふっふーん、当たり前でしょ。このくらい朝ごはんないなんだから。メイコさんの代わりに店に立つと聞いた時は心配していたが、杞憂だったようだな。レンに入れてもらったコーヒーもとても美味しい。うん、パンケーキもふわふわでほっぺが落ちちゃいそうだよ。えへん、ま、このくらいはね、いつでも頼んでよ。で、これ食べたらみんなで見るんだよね、サードイベントの映像。あ、うん、本当は全員いる時にと思ったが、メイコさんたちはしばらく出かけてるみたいだしな。料理の礼ってことで先に見せてやるよ。やったしたけど、でもみんなが行ってこいって背中を押してくれたから頑張れたんだ。この時のあずさわの歌は本当に素晴らしかったな。思わず目を奪われた。そうだな、少しラッドウィーケンドの一発目を思い出したくらいだ。え、それってナギさんの？さすがにあんな風には。ほんの少しだけだ、勘違いすんな。ま、でもそれぐらいいい出来だったってことだ。あ、ありがとう。本当にすごい歌。小羽はどんどん高い場所に行こうとしてる。うん、近づいてる。ナギさんと同じような高みに。私はそうじゃない。そんな風に考えてちゃいけない。
私も、行ける。絶対に。一緒に行くんだ。くーん、ほんと、最高のイベントだったね。ゴミで4人が歌ってる時なんて、勢いぶわーって、もう最高だった。みんなのパフォーマンス、今までで一番イケイケしてたぞ。ありがとう、二人とも。次もこの調子で。いや、今回よりもっと熱いイベントにしないとな。うん、そうだね。町の人たちも次のイベントをすっごく楽しみにしてくれてるみたいだし。そういえば、このイベントの後から町の人によく声をかけられるようになったな。なんというか、期待をかけてもらっているというか。ああ、うん、レコード屋のおじさんも言ってたんだ。私たちなら本当にラッドウィーケンドを超えるかもって。みんなが期待してくれてるって。本当？なんだか嬉しいね。注目されるのはありがてえな。その分気合が入るってもんだ。ああ、気を緩めずに頑張っていこう。この後はこっちで練習していくの？いや、俺たちはそろそろ出ようと思う。実はこの後用事があるんだ。用事？タイガおじさんに呼ばれたんだよね。夕方新たたちと一緒に来いって。タイガさんに？どんな用事なの？それが詳しい話は聞かされてないんだ。大事な話があるって言ってたけど。大事な話って何だろう。全米ツアーのために間もなくこちらを立つから、その前に挨拶をということかもしれないな。え、全米ツアー？うん、タイガさんアメリカに戻っちゃうんだ。そっか、遠くに行っちゃうならちゃんとお別れしたいね。ま、他にも話はあるかもしれねえけどな。あの人の考えてることは読めねえし。ってそろそろ遠野たちと合流する時間だな。行くか。うん、二人ともごちそうさま。また来るね。よし、それじゃあ俺たちは片付けするか。カップを棚に戻すまでが店員の仕事ってメイコも言ってたしな。うん、あれ、このハンカチ確かアンちゃんのだよね。忘れてっちゃったみたい。ああ、じゃあ次来た時に渡さないとな。でも私も忘れちゃったら嫌だし。ここにあるから今度取りに来てねって声かけてこようかな。わかった、それじゃあ頼んだぞ。あ、他の人に見つからないようにな。はーい、それじゃ行ってきまーす。いた、おじさーん。おう、突然呼び出して悪かったな。いえ、気にしないでください。でも急に大事な話があるって言うんで驚きましたよ。しかもこんな人気のない場所で。いい場所だろ。穴場ってやつだ。たまに落ち着きたいときはここに来る。でも、まさか穴場の紹介がしたいわけじゃないですよね。相変わらずお前は気が早いな。
話したいことはいくつかあるんだが、まあ一つずつ行くか。まずこれはジョーちゃんからも聞いてると思うが、全米ツアーの予定が入ってアメリカに戻ることになった。向こうの仲間から早く戻ってこいってせっつかれてな。まあ当初の予定より長いしちまってるし。それってもしかして私に歌を教えてくれてたからですか？その時間を取らせてしまってすみませんでした。ジョーちゃんが謝ることじゃねえさ。ただの俺の気まぐれだ。それに見合うだけの収穫はあったと思ってる。収穫？お前たちのサードイベントだ。あれはいいイベントだった。この街を出る前に見られてよかった。本当にな。ありがとうございます。ジョーちゃんももう街を見ることの意味をつかめたようだしな。私たちの音楽を聴きたい人がいて、その人たちに私も私たちの音楽を聴いてほしいと思う。その関係が力をくれる、そういうことなんだと思いました。たく、飲み込みが良すぎる生徒は逆に可愛げがねえな。冗談だ。とにかく最高のイベントだった。久々に震えたぜ。だからここらで教えてやらないといけねえと思ってな。え、教えるって何を？お前らがこのままじゃ夢を叶えられないってってことだ。お前らは今のままじゃ一生かかってもラッドウィーケンドを超えられねえ。絶対にだ。おじさん。